香水です本日のお話は男性に振り向いてもらえないパターンとはっていうお話をしていきたいと思います今日はご質問をいただいておりますのでそれを読み上げながらそれに回答していきたいと思います、えー、今日の質問はゆうさんっていう方からいただいてます 先日は鑑定をありがとうございました。なかなかつらい結果でしたが、彼が私をなしに判定していて、今後も可能性がないということは現実としてしっかり受け止めようと思います。5月27日のブログを拝見しました。入り口を突破していたら、あとはやり方を間違えなければ振り向かせることができるのでという面を見て、可能性がないということは私が彼に女性として見えていないということなんだと改めてショックが。 えー、ショックを受けましたと以上2点お,あお答えいただけると幸いですよろしくお願いいたしますということで2つ質問いただいているんですねで、まあ、この方ね鑑、えー、定させていただいた時に相手の気持ちを冷静させてもらったんですけどちょっと可能性が私はあるとは思えなかったのでこの人はあの、うん、とアプローチしてもあんまりいい反応がないからもう他も行った方がいいよっていうことを言いましたであのー 可能性が、ね、ゼロみたいなことって、ね、正直、全体から見るとそんなに多くはないんですよ。だけど、やっぱり、ね、何,何人かに1人の確率でやっぱ全然アプローチしても響かない、ダメな場,場合ってあってそういう時はもははっきり言わせてもらってますあの可能性を感じるようなことを言ってねそれでなんか時間だけが無駄に過ぎるっていくってことは私はいいと思わないんですよ。だから無無理なもの無理もって いうようにしているので、まあその辺は覚悟をしてあの鑑定いただけたらなと思ってます。あの、その方がその人の人生長い目で見た時いいかなと思うんですよ。可能性がないものに努力する時間がもったいないかなという風に思うので、だからそういう風にしてます。はい、じゃ、質問の方いきますね。ええー、と、そこで質問ですと。 スカートもも履いいいてててメイクもししし女性らしい服装をしているとそれでも彼にとって女性として見えてないということはどういう場合なのでしょうか単に好みの問題なのか何,何かが欠けていて男性全般にそう思われてしまうのかそれとも体型や年齢や立場などの他の要素が絡むのかということですねそれ質問でした、はい、これは本当に人によって違うのでなんか男性みんなこうですよっていうふうには言えませんよね。 やっぱりその状況とかその人の好みによって、まあ、どれが理由で女性として見えてないかっていうのは一概に言えないんですよね例えば男性によってもね自分よりも年齢が上の人はもう絶対ダメっていう男性もいるし逆に上の方がいいっていう男性も少数ながらいるんですねで例えば体型にしたって太ってる女性は絶対無理っていう男性もいればいやちょっと太ってるぐらいが女性らしくていいっていう男性もいるしその辺その男性によっても全然 その基準が違うので男の人はみんなこうですとかって言えないしその全般に嫌われてるかどうかもちょっと難しいですよねあの好みって人それぞれが全然違うのでこれはちょっと答えが難しい,い感じの質問なんですよねで、えっとこ,のまあ、この文面から見てね一つちょっと勘、うん、違いっていうか間違えないでほしいなと思ってるのはなんか自分が欠けてるからえー、っとその っていうそういうなんか自分の欠けてることによって私は受け入れられなかったんだっていう考え方にこう持っていかない方がいいなって思うんですよ。あの私が欠けてたからダメなんだっていう,こうフォーカスしていく考え方だと多分ねあ,のあんまりいい結果にならない、えーとまあ、結論から言うとなんで受け入れてもらえなかったか片思いなわけですよ。 彼女はね、片思いで何で受け入れてもらえなかったかっていうとえ単にマッチングしてなないだけなんですね、えー、と私自身はその、ね、あの全般的に皆さんに向かってそのブログも動画も入れてるので、えー、とこの方に向けて言ってるわけではないんですね。なのであの大勢の人になるべく確率が上がるような言い方をしてるので、えー、と例えば。 皆さんが努力できる範囲努力できることの入り口を突破する方法としてはやっぱり女性として見られるための工夫っていうのが一番、まあ、できることであると思うんですね誰にでもできるじゃないですかスカート履くとかメイクをするとか,かそういう誰にでもできることだからやっとけば入り口を突破する確率が高いよっていう話をしてます。 ねもちろんねそれをやってても受け入れられ受け入れてもらえないことはね全然ありますよもちろんあのー、これはあのー、逆を考えてもらったらわかると思うんですけどね例えば多くの女性があのかあの男性かっこいいでおすすめやでって言ってあなたにね言ってきた男性がいたとしますあのみんなが友達があの彼か,か,かっこいいからあの人付き合ったらみたいな。 あななたたたのこと好きみみいいよみたいな言ってきてもそれがあなたのね好きなタイプじゃない場合ってあるじゃないですか一般的にはかっこいいのかもしれないけどあなたから見て別にいいと思えないっていうのあると思うんですねそういう時にいくらみんなから言われたっていや別にっていう感じじゃないですか別に嫌いとかも思わないけど別になんですよだからその欠けてるとか嫌われたとかっていう受け取り方ってすごい悲観的なんですね必要以上に悲観的っていう感じ だから人の好みってほんまにいろいろであの例えばねあのジャニーズ系の男の子って、まあ、一般的にはかっこいいとされてるしイケメンとされてて、まあ、キャーキャー言われてるじゃないですかで私、まあ、若い時からそうなんですけど、まあ、友達というか周りにいてる友達とか何とか君がかっこいいキャーとか言って,、まあ、言ってましたよ友達皆さんねあのそこでこう共感してあって騒いではってんけど私はそれ全く共感できなかったんですよ。 いまだにできないけれども、あのー、一般的には多分共感する人の方が多いと思うんですよでも私は何も感じないですねだから私は <laughs> あの正直そのみんなが「キャーもう何々君ジャニーズ何々君かっこいい」ってもうそれも聞いてないんですか私何々君すらも聞いてないんやけど興味ないからで言ってる横でね私ね「マネのトラ」なんとか社長かっこいいとか言ってたんですね <laughs> だからそれちょっと変な人なんですよだから全くその 共感できなくて要するにこれ何かっていったらだからあの逆にねこれ聞いてくださってる方のほとんどの多くはマネーの虎の社長のどこがかっこいいねんってなる人の方が多いと思うんですよ。 あちょっと若い人が聞いてたら分かんないかもしれないんですけど昔、あのま「マネーの虎」っていう <laughs> あの番,番組があったんですよ。あのいろんなあの会社の社長が出てきてお金を出資する一般の,、ね、あの募集した人たちにあのお金を出資するっていう、まあ、番組で私はあの番組が好きでずっと見てたんだけどあそこに出てくる社長が私はかっこいいと思ってたんですね。 で,でもこれって別に、あのー、単にマッチングしてないだけなんですよわかります、えー、と別にジャニーズの男の子が欠けてるわけでもないし逆に言うとマネーの虎の社長が欠けてるわけでもないし単に好みがマッチングしてないだけの話なんですねだから、あのー、私に欠けてるところがあったから受け入れられないんだっていう発想は、うん、ものすごく悲観的すぎる捉え方で それは現実とはちょっとずれてるかなって思うんですよそんな悲観的なことじゃなくて単にマッチングしててなないっていっうだけなんですまあ悲観的になりたい時だってあると思うしそれでなんか悲劇のヒロインにね浸りたい気分の時だって人間あるからそれならばいいんですけど。 なんか私に欠けてるところがあるから私は受け入れられなかったんだっていう風な解釈で生きていくとね多分その後その勘違いが元によって恋愛に自信がが持ててななくるるっていううマイナスの効果が発生すすと思うんですねだからちゃんと今起きてることをその過剰に悲観的に見るのではなくて正しくニュートラルに見ていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。 でだからまあ質問の回答になりますと、あのー、このあなたのことを女性として見られないかった場合の理由っていうのは、うん、といろいろあると思いますけどどっちみちマッチングしてないだけなのでそのマッチングしなかった相手の理由何がダメだったんだろうっていうことをあれこれ考えたところで、えー、と自分を塗り替えるのは無理でしょ。 もちろんあの最低限、女性らしくやってると自分の中で私は、ね、できる限りやってたとあのちゃんと客観的に見てよ。周りから見たらできてない場合も多いからね。でもあの友達に聞いても、まあ、友達でも本,本音言えへん人ばっかりだったら無理やねんけどもあの直すところとかが本当にないのであればそれは単にマッチングしてないだけ。直すっていうのは女性らしく生きるってことね。 でもあのそうちゃんと努力女性らしく努力をしてて例えばふ普段からね他の男の人とかには誘われたりとかするとするならば、まあ、それは努力してると思いますね客観的に、ね、そういう風にやっててもこの人からは受け入れてもらえなかったっていう出来事があったとするならば、ね、あのその人が受け入れてくれなかった理由をいくら考えたところで自分を塗り替えるのは無理じゃないですか。だからそこかん 過ぎてもあんままり意味がなないいかなと思いますあの客観的にあ私ちょっとやっぱり女性としてのねあのもうちょっと見た目を綺麗にしてなかったなとかいうのがあればそこを変えたらいいんだけれどもまあこれをねあの質問で聞いてくるっていうことをね自分のどっかを変えたらなんとかなるんじゃないかっていう可能性を感じてるから聞いてくる可能性、うん、聞いてくるかなって思ったので。うんとただ まあこの方の場合は特にマッチングしてなかっただけなんであのそこを変えてもどうかなっていうところですね。でもまあ,あの可能性もしかしたら変えたらなるんやと思うんやったらできる範囲で変えてみたらいいんちゃいますとは思います。で2番目の質問です。 好みの問題だとすれば身なりに気を使ってメイクをしてスカートを履いても初対面で彼の好みでなければ女性として認識されず入り口を突破できず何をやっても選んでもらえない脈なしを脈ありに変えることは不可能ということでしょうかという質問ですね。2つ,目ね2つ目の質問は、えっとねまあ、結論から言ね。と好みから完全に外れていたら不可能です ええと、ただ好みのど真ん中じゃなくてもボーダーラインの中にいれば可能性はあります。うまくいく可能性ね。で、例えばですけど、まあ、極端な話をするとまあ、その男性がね。えっ、ー、と小動物みたいな。細くて小さい女性が好きな男性がいたとしますね。その男性に対して、その男性を好きになった女性が。 えと身長1 7 0ンチ以上の背の高い体格のいい女性だったとしますその背の高い体格のいい女性が細くてちっちゃくてあの可いい小動物みたいな女の人が好きな男性にいくらアプローチしてもほ,ほぼおそらく無理ですという話ですだからもちろん世の中に絶対なんてないので毎日の確率でで成功する場合も否定はできませんよだけども私が今まで恋愛相談を受けさせていただいて このパターンね最初から女性として見られてない女性がアプローチしていった結果男性がそれによって振り向いたケースってほぼゼロなんですよ。まあ私、まあ、報告頂い,いてないだけかもしれませんけどまあないんですね。めったに周りでもその友人でもこれ聞いたことがほとんどない。ゼロではないけどもうんって感じ。だからそれぐらい、あのー、タイプから外れてるっていうことは難しいですね。 あのもう本能的なことだからこれ頭で考えてやってることじゃないんですよなのでちょっと無理かなと思いますねだからこのタイプっていうのは3種類あるなと思ってて1つい1個目は、まあ、タイプのど真ん中ですよめちゃめちゃタイプこれはまあうまくいきますよね普通に考えてでも2つ目はタイプではないでも守備範囲っていう範囲があるんですよこの範囲は人によって違うんですよめちゃくちゃ広い人もいるし狭い人もいるしいろいろなんですね で 3, 3つ目がもう全くタイプじゃない好みのタイプじゃない、まあ、すなわちこの3つ目のパターンが女性として認識してないっていうパターンなんですねこれで言うと3番目は無理ってこと今1番と2番は、まあ、とりあえず入り口は突破してるからあとは持っていき方次第で可能ですよっていうそういう感じになりますはいあのこれ回答できてますでしょうかなのであんまり、ね、悲観的にならずに単なるマッチングの話マッチングできなかっただけですから えっとそれをちゃんと認識してあんまり悲しまないようにされたらいいかなっていうふうに思いますはいということで本日のお話は以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた別の音声動画でお会いしましょう